ランアドリアは、スペインバルセロナ県、ルスピタレード・ダ・リブラガート出身の料理人。ジローナ県ロザス近郊にあるエルブジの料理長だった。世界有数の料理人とみなされている。アペタイザーの一つ、液状オリーブ1980年に、カステル・ダ・フェルスにあるホテル・プラヤ・フェルスで、皿洗いとなった。このホテルの総料理長からは、伝統的なスペイン料理を学んだ。 19歳の時には料理人としてスペイン軍に従軍した。1984年22歳の時にエルブジに採用されて料理人の一人となり、18ヶ月後には料理長となった。イギリス人シェフのヘストン・ブルメンタールと共に、彼の料理はしばしば分子ガストロノミーという概念と関連付けられている。アドリア自身は自らの料理がこのカテゴリーに入るとは考えておらず、 脱構築主義であるとしている。香り、温度、舌触りの思いがけないコントラストを提供すること。すべてが見た目通りではない。ディナーを挑発し、驚かせ、喜ばせるためにアイデアを出すことが目標であると述べている。しばしば理想の客はエルブジに食事をしに来るのではなく、経験を積みに来るとも述べている。アドリアはエスプーマを開発したことでも知られている。 香りを探求する中で、アドリアは、クリームと卵の使用を捨てた。エスプーマは、メインの食材と、空気だけからなる。アドリアのエスプーマによって、肉の他にエスプレッソ、キノコ、テーブルビート等を包丁にすることができる。エルブジは、ミシュランガイドで3つ星を獲得いる。2005年には、レストラン誌の、世界のベストレストラン50において、イギリスのザ・ファットダックに次ぐ2位に選出された。 2006年には初めて1位となり、2007年2008年2009年にも1位となった。アドリアは、エーデアット・エルブリー、エルブリー2003から2004、コシノル・イーエヌ・カーザなど、何冊かの料理書も表している。助手のダニエル・ピカードと共に、自然素材の力を借りて、アーモンド入りのチーズや、アスパラガス入りのパンを開発した。テレビシオン・エスパニョーラのグレート、 セフスという番組でも取り上げられたことがある。アドリアは彼の分子がストロノミーをうぬぼれだと述べたサンティ・サンタマリアに反論を行ったことがある。カンファベスを経営するサンタマリアはアドリアの料理が健康的ではないと攻撃し、アドリアの料理は満足度よりも印象を重視し、添加物を利用することで健康に対するリスクになっていると述べ、 スペイン料理に対する嫉妬や侮辱であるとしている。このように、スペインのトップの料理人の間でも評価は分かれている。アドリアがサンタマリアから避難を浴びた料理には、フローズンウイスキーサワーキャンディー、ガーリックアーモンドソルベタバコの香りのブラックベリーアイス、ケロックのライスクリスピーのパエリアなどがある。ドイツの料理評論家、イエルク・チップリックは、アドリアの 分子ガストロノミーに加えられた添加物が客を害することになっているとして批判し、アドリアのメニューに健康への害について記載するべきだと述べた。アドリアが大量に料理に入れるこれらの着色料を、ゲル化剤、乳化剤、酸化剤等は健康に大きな影響を与えると主張している。2008年10月、フェラン・アドリアは、ジュリ・ソラー、アルバート・アドリアと共に ADADL ブリーを、 出版した。この本では、エルブジの24時間が写真と文章で描かれ、30のレシピを掲載している。多くのレシピは複雑で、パコジェット、凍結乾燥機、液体窒素タンク、麺菓子製造機、アクリル樹脂の型等の特殊な器具を必要とする。ありがとうございます。